けど、うん、どうですかね。まあ俺はあの判定だと思いますよ。あれ3ラウンドでしょ試合。で延長1ラウンドですね。ああ。引き分けなの。5ラウンドぐらいやればいいのね。なんで3ラウンド。3ラウンドで延長がマスト1ラウンドで、もう絶対勝ちなければ。ね、5ラウンドやって延長2ラウンドぐらいやれば決着もね、ある程度ですよ。まあ、何勝で2、1の判定かなって2、2、1じゃあ、競るってうん、競ってまあでも、天心逃げ切るのかなってまあ、スピードとあれねポイントでもともとあれですもんね、ピアパイチは天心ボクシングの世界とっていういやでもね、危うくなってきましたよ、いや、そんなことないそうですか最近の2試合だから、ちょっとぶらり、ぶらりっていうよりも、うん、そういう時もあるよ。まあ、階級もあるんだろうけど、どうなんだろうな。なんか、外人、タフな外人だったら、結構抵抗するんじゃないかな。まあ、長丁場ね、その12ラン。最近、フェンシングのボクシングスタイルになってから、KO 率が一気に高いんですよ。うん、そうなんだ。ほぼ判定はないですよね。いやもう本当にいいドンピシャのカウンターで、ね、決めない限りそのタフな外人だってねその最近の6試合だとね、うん、判定5試合だもんね、うん、そのしかも KO も飛び膝だもんねその5試合の KO も、ねまあ、どっちかって言ったらこう引退する相手の選手とやって、うん、どっちかって言ったら天心だから俺タケルだから7つオーバーになったらタケルの方がこう押していくと思うね、3ラウンドでね、まあ、2、1ぐらいで天心勝つんじゃないかなと思ってますけどね。どんな展開になりますか、まあ、やっぱ要所要所ポイント取ってる、たけるがまあプレッシャーかけてる、それを天心がさばいて、さばいてポイント取って、うんまあ、ちょっとメイウェザー風っていうとかね、あんな感じでちょっとポイント取って。元々天心はそういうボクシングですよね、うん、アウトボクシングやっぱ3ラウンド目は天心もちょっと勝負に行くんじゃないか1ラウンド目から行かないだろうなタケルは多分1ラウンド目から行くんだろうけど、うん、まあ、行くだろうね世間的な予想ではやっぱり打ち合いになったらタケルが有利で、うん、でももうかわすようなボクシングをするだけはもう天心が逃げてるっていう予想が多いまあそうなるんじゃないですかねやっぱり、うんボランティアだよ、うん、ボランティアったら分かんないですよタケル勝つんじゃないかなと思います直人さんはどうですか、まあ、俺もずっと前に天心に勝ちますよ普通に勝ちますよ普通にと俺は思ってます KO とかと、ね、判定です KO かもしれないし判定かもしれないけどまあ天心勝ってちゃんと試合が勝つと思いますタケルはね、いい選手だし、たぶんね、倒されることは難しいなと思うな。根性でダウンはしないと思います。でも、根性でダウンで我慢できるもんじゃないってことを、きっとわかると思います。俺は普通に天心が普通に、もう、誰だけでも明らかに判定の KO に勝つと思います。圧勝。圧勝です。あれですよね、天心の評価高いですよ。俺、天心教えてたから昔そうなんだ、ね、俺ね、小学生の天心の誕生教えてたそうなんですね。で、だから天心のお父さんとか天心が挨拶なんて言ってやっぱ嬉しいじゃんだから有名人になってからな俺、書き言えば、すげえ書き言うと俺ね、柏の塾で教えてたんですけど天心教えたことなんて、これこっち覚えてなくてさそれを向こうから来てくれたからマジ俺教えたのと思って、そこから結構会えば挨拶してくれて、そうだね。だから、そのやっぱいい人だったから、ちょっと気持ちもあるのかもしれないんだけど、でもやっぱりね、持ってるものが違う。だけどね、努力でここまで流行ってきたと思うんですよ。もちろん才能もあるんだけど、やっぱまだ1回しか負けてないから、もちろんね、一発しかしてない人はやっぱり才能ももちろんあるんですけど、でもね、天使はね、もう元からね、もう持って生まれた子も持ってるし、
それで努力も天使がね、天性が努力をしてるタイプなんですよ。天使ね、練習ね、例えば天性って言われて練習サボってるのは分かりますけど、あそこの練習って厳しいから絶対サボってないんですよ。だから天才で練習したらこうなるんだよっていう形で俺は天心に勝つと思いますけど、天心が世界、あのボクシングの世界に行ったらどうですか。いや、どうでもないです。俺の予想なんだけど、あの、まあ、マッチメイクは定点だと思うんですけど、多分世界普通に取ると思いますよ。でもね、俺もね、大橋秀吉さんと話したんだけど、大橋さんが何て言ったか分かります。あの大橋秀樹が井上尚弥の会長何て言ったか知って分かります。天心について。まあ大橋さんはデビュー戦世界でもいいね、勤めない。大橋さんはデビュー戦で世界タイトルあるんだよね、天心が。って相当認めたんです。相当じゃ勝ってるんですね。相当認め勝ってます、天心のところで。でもちょっと分かんない。それで武尊の試合決まったのは合ってないんだけど、もしだったら竹吹きもしてくれない。でもその昔、何年、1年半、2年ぐらい前に大橋さんが焼肉食べに行った時に、大橋さんが話した時はデビュー戦世界で見れてるって言ってました。2年前に来てくれるやんね、天心が、ボクシング界が。それはもっといい感じでパーっていけるのかなと思って。ちょっとね、時間経ちすぎたら、この2年です、うん、ちょっとあの、なんていうかな、なんか余分なあれがついてきたなって、まあ、肉体的にもそうだけど、こうなんか精神的にもとか、なんかちょっとね、雑味がついてきた。天心ね、あのね、俺に心配してるの一つあるとしたらね、天心の裕福になっちゃったの。そう、だからいろんな意味でのこんなんか余分な肉が。そう、だから半分天心だったことないよ。そう。だってお金持ちたもん、いつ。2年ぐらい前でね、ボクシングしてパッとして、あの勢い でボクシング界もやっちゃうっつって来たら、もっとこういい感じでいけたのにな。もったいないな。最近さ、全部反対、あんまり評判良くないじゃないですか。これね、あれに対して、あの天心に言えることは、今、東京でテレビに出るなっていうふうに俺は言うことある。テレビ、すごいテレビに出てるじゃん。ああ、はい。だからね、これね、ちょっとね、あいつがね、あの天心がね、タレント方面の方の仕事を多くやって、それはやっぱり試合、練習をサボったりしないんだけど、そういうのってやっぱりあの、そういういい世界とか見ちゃうと、やっぱりね、試合と思いますよ。だからもっとハングリーさはね、ちょっと欠けてるのかなと思うのがやっぱあったけど、もっともう、だから昔、ガツガツしてたと思うし。じゃあ別に今俺は世界チャンピオンになってなくても、もうテレビ出ていろんなレベルの人とこう対等に相手しちゃってるから、なんかこう本来はそこにね行くのにこう世界チャンピオンになって、うん、這い上がっていくっていうので行くんだけど、もういきなりポッてそこに行っちゃってるから、ボクサーだったら世界に取らないといけないっていうテンションもポッといっちゃうからね。そこの場でこうワーってやっちゃってるから。でもそれだったら竹野もしたけど竹野もしたけどね、あの、もう結局あの今の、ね、なんか流れで竹野もテンションも有名人になっちゃったから、うん、そういうハングリーさを求めちゃうと、うん、結論が出ないのかもしれないけど、そうですね。でも、まあ、でもどっちかって言ったらまだ竹野は勝てないって言われてる。そうだね、竹野もそれはハングリーなんですよね。そこでちょっと競ると思います。伊藤さんは、すいません、もう土屋さんも伊藤さんも天使も言ってるんですけど、僕は竹部からやりました。ウエイトが、まあ、分かんないからね、違うっていうのもあるし、竹部の方が重いんだっけ。そうですね、ちょっとやっぱ体感的には、まあ、土屋さん3キロぐらいは竹部の方が、そういうところでもまた慶応が強くて、今回そのルールが58で前日計量で翌日が4キロまでしか戻せないっていう、それはかなり、しかも3時間前、そうですね、3時間前に当日計量して、その時に4キロ、前日に58キロ で、うん、で試合3時間前に4キロまで抑えて、でそれが終わればまた増えるんですよ。あ、そうじゃないですか。じゃあ、問題ない。3時間、そんな感じじゃない。